お話し会。ありがとうございました。来たかった。ありがとうございました。今日はもうちょっと舌がね、地盤履き替えちゃったんですけど、今日は白、あ、白じゃないわ水色と白のジーパンです。でした。ヤンキーにしか見えおい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 、もうね、ここもう着替えちゃった。これちょっとボタンやってしてるんですけど、ほんと今日はねこうやってやってるんでしたけど、だってさ、これで今日こう白のジーパンにこれでおへそ出していったら、ハルピョンと吉田がもういて、すでにです。はる、あ、さやりもいたか。さやとぴょんとカレンが、いや、カレンとさやがいて、そうそう、でどこそのヤンキーかと思ったらミサじゃん。言われる。もうこあれだね。この髪だ。レインボーストーンやればないから投げていい。え、嬉しい、ありがとう。2日間お仕事爆笑することができて幸せでございます。超おろかった本当に。ありがとう。今日最後なのに3部寝坊して参加できなかったらごめん。いや、おい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 って言ってますけど、おいおいおいって言ってますけど、今日の服マジかーい。え、好きそう。マラちゃんは好きそうだね。確かに。今日の服装のテーマ？いや、わかんない、フィーリング、なんか、迷って、昨日ワンピース、昨日スカートだったから今日ズボンにしようかなと思って、そうで、
ズボン、ズボンにしようってなって、ちょっと待って、あのねさんバラ、ちょっと誰ですか、あのねさんバラ、和人先生さんだ、じゃレインボースター、川吉さんバラ、ゆうやさん花束、まなちゃん、レインボースター、しおりさん、ハート、まなちゃん、レインボースター、ありがとうございます。ちょっとね、そうか、ニヤニヤってやめろ、それやめてくれ、やめろ、ニヤニヤしてるね。手元に本を置いて、そう、私、空き時間、そう、なんか、なんて言うんだろう、例えばファンの方とファンの方の間にたまに空き時間があったりとか、やっぱだからなんだろう、回ってこう来る人とかいてそうとかがいてくださるから、たまにも最近なんて言うんだろう、もうあのありがたいことに完売してるのでほぼないんですけど、でもだし、ほぼあのサイン会が人気なので、結構あのなんやろ、サイン会でだとサインを書かなきゃってこうめっちゃ書くから、あんまりその空き時間みたいなやつはないんですけど、やっぱ前みたいにワンショットですとかツーショットですとかだともうピースとかでさ終わるからさ、もうあのね時間があったりしたから本を読んでたりしてました。そう、本読んでたり台本読んでたり結構ねいろんなことをしてましたよ。2日間スタッフさんとの本人確認が苦痛だった、ずっと笑いこらえた。あれさ、スタッフさんとこうやり取りしてね確認するんだね、それ知らなかった。うん、もう全部機械でやっちゃってんのかと思ったけど、おもろいね、スタッフさんに笑われたって言ってて、なるほどね、あちらからは見られて、そりゃそうだわそりゃそうだわね、いやー面白いね、みんな面白いよ。負けほん、負けほん、負けほん、唇が荒れてる、唇がさ荒れてんだわ。ランド行ったの7月5だったりする、ないしょー、スタッフさん、誕生日ナンバープレート、プレートバッジ見せると個人情報はって言われる、ああそうなの、そうそうだよね。インチェさん、ボールありがとうございます、ナイショー。わかんない、私も結
構な時差と、おお、びっくりびっくり。インスタとか結構時差投稿するんで、あ、今のはあの田舎の、田舎をずっと撮ってる女性がいらっしゃって、その女性の投稿が流れてきちゃった偶然っていうってやつね。結構時差投稿しちゃうよねー、ちゃうよね。もうでも様々だわ。時差投稿することもあれば、当日にポンって載せることもあるし、みたいな。おう。天気的に同じの日です。謎ね、行ったの7月5日に。でもね、その辺のあたり、最近読んでる本は、あ、なんだっけ題名、ちょっと題名あるよ。本当に読めてなくて、最近これです。これ読み終わったら辻村瑞希さん読んで、私も読みたい本がいっぱいあってさ、いや、今月は絶対いっぱい読むぞっつってね、買ったんですよ。買ったんです。でも、あの、もう前に買ったロードムービーとか冷たい校舎とかはもう全部読んじゃったから、うん、これまた明日。これはね、まだ全然読めてない今ここです。でも辻村瑞希さんのこれもクローバーナイトも読みたい。これいつのさ、いつの作品なんだろう。これさ、最近出たやつ、なんか最近コーナーにあった気がして撮ったんだけどさ、こんな作品見たことないわ。桜咲く、2012年だ。これ見たことないなと思って手に取ったけどね。でもこの新作のクローバーナイトってやつも読みたいんですよ。だから読み終えた本はある、ずっと。あとこれはもう表紙で買っちゃった、表紙と裏の文で買っちゃったやつ。これはね、創業50年およその喫茶店、純喫茶パオン。トレイを持つ手がいつも小刻みに震えているので、グラスたっぷりに表面チュールギリギリで運ぶおじいちゃんの特製ミルクセーキと、どんなにお腹がいっぱいでも食べたくなっちゃうおばあちゃんの魔法のナポリタンが看板メニューだ。その店主の孫である僕が小学5年生、中学1年生、大学1年生のそれぞれ出会う不思議な事件と人生のちょっとした真実、きっとあなたも通いたくなる心地よさだそうです。可愛くない？そう、これ読もうと思って、
いや、辻村瑞希さん面白いよね。面白いよね。早く読まないと。おっと危ねえ、最後の方読みそうになった。喫茶店の、あ、生きてーのあの音源でいっぱい載っていらっしゃる方ね。本マジ読めないそうなん。だからもうなんかさ、壁にさ、あの天井と壁をこうピーってこう棒2本でやって、そこにさ立てるやつ知ってますか。そう、もう本棚に収まりきれなくて、スローハイツはねもうちょっとしたら読みたい。まだねちょっとスローハイツを手にかけるには早いそう、私だからもう台本とかがこうある、私台本なんて言うんだろう、そのさ、読めなくて、台本があると本を読めないんですよ私。小中の時に読書することを逃げてたら現代文が全くできなくなっちゃったいいんだよ伝われば。これとこれとあと優しい死神、これ私ずっと読みたかったんですけど、なぜか、うん、まだいいや、まだ置いとこで置いて、本当に偶然、あ、これ読んでないわなって、これこの3冊買いました。なのでこれを早く読まなきゃいけないんですけど、まず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 だってもうさ、分厚いやつから読もうと思ったのね。これはもう分厚いからさ、これを制覇したらもう秒だよね、この薄いのは。楽しく読みたいんで、本読んでる系ミステリスでしょ、憧れる。本当に入らなくなった本を積み上げてるの。そう、積み上げシステムも憧れるんですけど、やっぱ積み上げシステムだとさ、ねねとか言って、だからもう天井と床をこう突っ張り棒でこういう棚あるじゃないですか、もう作る棚ダブって書いて、 ありますあります。冷たい校舎の下巻は、あ違う、鏡の古城の下巻を買っちゃって、なんであの城と下と一緒に買ったんですけど、それを忘れて、おいしょ城読み終わったと思って下を買っちゃって、だからタンタン、タンタンにあげました。城だけ買ってねって言って、欲しい、え欲しいって言ってたから、多分タンタン、ちょっと誰にあげたっけなみたいな感じですよね。そう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 、ダンボールに放り込む、これ簡単。ダンボール、ダンボールってね場所取るんですよ。なんか本を置くものが欲しいけど、だってワンピースも着々と増えていくわけですよ。そう、ワンピースは大体もう3ヶ月に1回ぐらい出るので、大体ねワンピースも増えていくってことは、でもそのなんか床に置きたくないんですよ物を。家の壁という壁を本棚にしたいがま、あ、わかる。だから私あのメンタリスト DAIGO さんのあの背景とかめっちゃ憧れる。もう
壁イコール本みたいな、めっちゃ憧れます。あれめっちゃ憧れる。しかも友達ん家に、私あの友達ん家にこう壁がこうあって、壁にめり込んでる、あの何やろ、壁にこうめり込んでる本棚がある友達のお部屋があるんだけど、もう羨ましかった。でそこに漫画がぎっしり詰まってる、好きなの読んでみたいな。そう、もう私はDIY して本棚作る。壁ってだってさ、もうやっちゃったら終わりじゃん言うて。しおりさんハートありがとう。そう、58分、どうしよう。まあ悩むな。悩むね、どうしようかな。インラインコールしてる今。どういうこと？インラインしてみたいな。インラインしますか？明日は私は、明日はね、まあ遅くて9時に起きればいいので、ちょラッキーとマース13位オニオナイトさん、12位ジンロクさん、11位ケンちゃんさん、10位ジョークスノーさん、9位ハリーベルさん、8位ユキタンさん、7位横洋さん、6位オムライスさん、5位マサトシさん、4位エンチョさん、3位アヌエさん、ミサが最高、2位マナちゃん、1位ほのちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。しおりさんもハートと、七夕短冊だで、まさとしさんハートた、渡辺さん、ジンロックさん、レインボスターしんごさん、七夕ありがとう。あ、ほのちゃんタワーありがとう。言ってないよね、これ言ってないよね、ごめんね、ありがとう。ちょっと連絡するかもしれません、お願いします。ありがとうございました。